今日はね、フランスの動きと、それとアメリカと、そしてゴーンっていうのをやってみたいと思います。ゴーンさんがね、捕まりました。それで、これはですね、まあ、あらかたの、経済的なことを考えますと、まあ、ありえない話ではあるんです。別に、ゴーンさんが不正を働いたまでは、多分、いかないと思います。ただ、日本人の感覚からすると、この国際的な考え方というのは非常に無理がある考え方だと思います。経営者はね、そういうふうに考えてるんですが、これは例えば働き手とか日本人はね、働くの好きですから、その観点から考えると非常に奇妙な制度ではあるわけですよね。まずね、これを話すにはいろんな話しなくちゃいけないんだけど、皆さん覚えてるかな、市町村がいろんな合併をしましたよね。そして大型の市になるとすると、それがまた合併してとかね、ありましたね。それから銀行の合併もありましたね。で、小さな銀行がどんどん合併して大きな銀行に、それから大店舗法もね、変わってしまって、大きな店舗がどんどん入るようになったってことは、まあ、外資がどんどん入るようになったわけですよね。これのね、動きと非常に似ています。例えば自動車業界もそうですよね。例えばプリンス自動車と合併したのが、もうだいぶ前ですけれども、日産ということになりますね。そして、まあ、日産、まあ、労働組合やるわけですけれども、まあ、プリンスを合併した後はかなりひどいことをされたようですね。そして、これはね、大きな、まあ、トヨタは看板方式でやってますけれども、大きな会社にとっては非常に有利になっていったわけですが、そこに、トップのすげ替えというのが入りました。そこには結構、朝鮮の方もね、入ってるんですよ。トップに入ったということは、例えば安いところに頼むというので、中国に頼んだりするわけですね、部品をね。で、日産にもそれが起こったわけですよね。そして業績悪化します。例えばエンジンをこう置いとくと、本当は寝かしとかなくちゃいけないんだけど、そういうのをね、はしょったり、それから部品なんかをね、向こうで調達しちゃうっていう、トヨタはそういうことしてないみたいですけれども、そういうことをしだします。ホンダ、それからトヨタ、日産なんかにそういうのが入り込んできます。そしてこういうことがささやかれるようになります。日本の自動車業界で生き残れるのは、世界で生き残れるのは、まあ、日産とトヨタと、あとそのぐらいじゃないかって言われてたんですよね。そして今生き残ってるのは、まあ、トヨタと、まあ、ホンダぐらいですかね、まあ、言ってみればね。そしてどういうことが起こっているかというと、日産、それから三菱、この順序でですね、ルノーの吸収が始まりました。これを助けたのが多分在日の方だと思います。在地の方々がね、やっぱりそういうところに入り込んで、まあ、たくさんの金持ちを生みましたし、税制にも優遇されてたということもあって、どん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 ね、そういう人たち力を持ってきます。そうすると、やり方が外国に物を売っちゃうっていうことですよね。で、その、まあ、先方に挙げられたのが、まあ、日産自動車もそうだったわけですよね。まあ、他にもありますよ。まあ、要は、吸収合併の一つですよね。それはそういう流れなわけですよね。そして、まあ、よくゴーンさんが、まあ、その時に入ってきたんですけれども、ルノーっていう会社にいました。その前はね、ミシュランにいたんですよね。なかなかのラツアンっていうかな、向こうで言うとラツアンなんですよ、日産。でも日本風に考えると、ありえないほどやっちゃったわけですね。例えば2万5千人かな、2万1千人かな、人を削減しました。これ人件費のことでね、カットしたわけですよね。人件費がコストっていうことで、コスト扱いになったわけです。で、これは、ね、もし日本人の、まあ、その人が社長だったらね、こういうことはできないと思うんですが、やっちゃったわけですよ。で、コストカッターと言われています。で、5つのね、工場を閉鎖しました。つまり売り飛ばしたわけですよね。まあ、これでね、まあ、うまくいかないはずがないって言われてるぐらいなんですが、つまり、そのルノーに身売りした日産、そのルノーが指名したゴーンさんが、まあ、そのようにしたわけです。その後に、ルノーっていうのは、国策会社です。ですから、国を潤す方向にね、やるだけなんですよ。だからフランスが儲かればいいということです。ですから、日産のお金も流れていきます。しかも、その日産の、立て直った日産がね、利益を出し始めると、それを吸い上げます。何パーセントなのかな、まあ、15% から 30% って言われてるけど、そのフランスの国がそれで潤うわけです。あまりね、働かないって言われてるフランス人がね、
を食べさすためですよ、本当にね。しかも、この、この流れが、今度は日産のお金で、日産が儲けたお金で、三菱を買い取るということになってきました。これも多分ね、かなり影響してるのは、例えば三菱の銀行とかいうのがやっぱり合併されてたってのは聞いてきますよね、やっぱり。それが、まあ、財政の方にも随分、資金を提供してると思うんですが、あるいは韓国にも資金を提供してると思うんですけども、つまりね、その日産を買い取ることで、買い取ったわけですよね。だから、合法的ではあるわけですけれども、そのことによって、その株主になったわけですよね。それで、その日産が三菱の株主になったってことは、全部がフランスに吸収されるってことなんですよね。つまり、ノウハウも全てがフランスのものってことになります。ですね、フランスはですね、そのアメリカと対峙する方向を取っています。どちらかというと、欧州の覇者でもあるわけですよね。まあ、ドイツと一緒にね、戦争には負けてますよ。だけど、一応五大国の中に入ってるわけです。で、フランスも含めて、ドイツも含めてね、NATO というのがあります。それが欧州の安全保障を保ってたわけですけども、アメリカ主導で作られた組織です。その NATO を辞めて、フランスがその欧州の、欧州軍を作ろうと、欧州だけの軍を作ろうとしていました。さて、こうなってくるとですね、まあ、非常にその、アメリカに対する、あるいは日米ですよね、日本に対する当てつけでもあるわけですけれども、そういうことになってきました。さて、その、まあ、日本ではね、やっぱりそういう不満が渦巻いてたわけですよ。強引なやり方もありますし、その資産、日本の資産がどんどん向こうに行ってしまってるわけですよね。それがですね、まあ、アメリカの政策と合致しました。アメリカは今、自国の、そのノウハウですよね、それから自国のそういう特許ですよね、そういうのがどんどん侵害されていることに今起こっています。そして、まあ、日本もなるだけは流出したくない今状況です。しかもフランスというのは中国と仲がいいんですよね。まあ、親和性があるわけですよ。ヨーロッパの、ね、中国とも言われてますから。そうなってくると、これは、このノウハウは、フランスにとどまらなくて中国にも流れているということです。つまり、これから電気自動車とかいうことになりますと、中国に色目を使っているのはフランスだけじゃなくて、例えばトヨタもそうですよね。そうすると、これはね、ちょっと食い止めなくちゃいけないっていうのが、アメリカの気持ちでもあるわけですよ。そして、これが端的に現れたのが、ゴーンの解任だと思います。事実上、そのゴーンさんが悪いことをしたとは言い切れない部分が多いんですが、でもその背後にいる人たちっていうのが、やっぱり日米に対して非常にね、状況の悪いことをやり出したということで、それに対して作ったのが、いや、ゴーンの解任です。で、これをやったことによって何が起こったかというと、株安です。自動車業界のほとんどの株安が起きました。その自動車業界の株安が起きて、何がどこが得したかというと、やはり日本とアメリカだと思います。かなりの、ね、株がルノーがとにかく大幅安になりましたね。そしてそこまでいきませんけど、日産と三菱が 8% ほど落ちてます。ルノーは、ね、15% ほど、ね、落ちました。さて、それで何が起こったかというと、何が起こったんでしょう。要はその株を買い占めるところが結構出てきたわけですよ。それはそうですよね。日産とか三菱はどちらかというと有料ですよね。三菱は何で買われるようになったかというと、フランスに買われるようなことになっちまったかというと、燃費のね、詐称とかなんとかにありました。でもあれもね、どこの会社でもあることなのに、まあ、大々的に報道されて、さあ、どこがね、そういうことしたのか分かりませんけども、そういうことになりました。そうやってね、外国の企業が買い取っていったわけですけども、さて、これを買い戻してるのはどこでしょうかね。大手がかなり仕掛けています。多分、この株というのは、また高値で、売り飛ばされると思います。それをルノーが買うでしょうか。高くなったものをルノーは買うと思いません。多分日産が買い戻すと思います。これを仕掛けたのは日産のお金でしょうか。そうじゃないと思います。これはアメリカと日本、あるいは防衛関係、このお金が動いていると思うんです。つまりそのことによって日産が買い戻されていく、要は株が買い戻されていけば、議決から社長の任命権、そういうものが日産に戻ってくるということです。あるいは三菱に戻ってくるということです。このことが日本の防衛に対してどれだけ大きいことかということが分かると思います。
こういう流れだと僕は踏んでいます。